まああの新年度ね、えー、始まって、まあ新規一点、どのようにね、今、考えられてるか。まあ結構4月病の方もね、多いんじゃないかなと思うわけですよね。うん、4月病。やっぱり新年になったし、今年は頑張るぞ、みたいな。でもですね、今年は頑張るぞっていう4月病にかかった人が1年間その病にかかり続ける、まあケースって経由なんですよね。なんかまあ、 よくあるのが4月病の次に5月病に罹患してしまってまああのー、そのやる気が全くなくなってしまうとまあだからそこのね、えー、ちゃんと乗り切るためにその4月病にかかってるうちに明確な目標をね、えー、立てておくっていうことはすごく大事かなというふうに思いますうん。やっぱり 結局、4月に何かやるぞって思って、何かやる気に満ち溢れてる。何かよくわかんないけど、頑張ろうって思った。っていう、モチベーションだと、続かないわけですよね。どっかのタイミングで、あれ自分は何のために頑張ってるんだろうっていうふうに、こう、疑問を持ってしまって、疑問を一度持ってしまうと、もう、きついですよね。メンタルが持ちませんと。 いうことなので、あの、しっかりと、まあ、4月病を利用して、自分はこうなりたいとか、こうなってやるんだっていう、明確なビジョンを持ってね、突き進んでもらえればね、きっと、まあ、5月、6月、どっかのタイミングで、なんか疲れてきたな、しんどいなってなったタイミングで、あの、いや、でも自分にはこういう目標があって、こういうことによってこうなれるんだっていう、ま、あその強い意志をね、によって、4月病を再発できると。 いうふうに思うのでねえ皆さん、ぜひ <laughs>、4月病のうちにね、その病を利用して頑張って一緒にね行けたらなというふうに思いますま。少なくとも、そうそうとりあえず4月病で、4月もスタート、今年度スタート切ったということで、やる気に満ち溢れている方、今のうちにねしっかりとビジョンを明確にして、 えー、これからの、ねえー、2022年度いいスタートを、ね、切ってもらえればいいかなというふうに思います。